理不尽なことを変える。変化を起こす。他がやってないからどうとか本当にどうでもよくて、ちゃんと物事を変えるまでやる。怖いっていうよりかはちょっと楽しい。仕方ないで済まさない。やっぱり弱い人に優しいとか、理不尽な目に遭ってる人のことを一番に考える。怒りがあるので。分かってないとなかなかそこまでやろうとか思わないですよね。だからどうしても選ぶ取材テーマも重くなるし、世の中の悲しいこととか嫌なことに目をつむって生きていたくないので、なんか声を上げないことが自分の中では許せないことだから、自分のためだったらちょっとやめとくかもしれませんけど、他の人のためだったらできます。人の声をちゃんと聞く、何も書く前にその人の考え方とか気持ちがちゃんと理解したかどうかを確認してから行動していきたいと思います。割とまあ特に僕なんか許せることの方が多くてだけど、ああいう相手が大きすぎてどうしようもない。で、相手は相手で自分たちが大きい存在で絶対こうしばかれないっていうのは分かってるから、鷹をくぐっていじめにかかるみたいなね。そこでちょっとこうエンチがかかるっていうかね、仕事人じゃないけどやっぱあなたの恨み晴らしますっていうかね。真剣、真剣にやってますって嘘つかずに言えるなと思っていて、当たり前に縛られてないというか、他のメディアがどうだからとか、日本がどうだからとか、年が若いからとか、経験があるからないからとかじゃなくて、楽しそうだからやってみようとか、大切だからやってみようとか、そういう正直な感覚が行動に結びついている。かっこよく言うと、その人の傷をやっぱり引き受ける。こういうひどい目に遭いましたって言ってる人のところに行って、あ、それは大変でしたねって言ってこう、まあ、寄り添うみたいな形で話をうなずいて聞いてあげるっていうのは、まあよく新聞もテレビもみんなやるしできることだと思うんですけど、その話を聞いて、じゃあちょっと待っててって言って、じゃあ悪者のところに出かけて、ここでこう言ってるけど、じゃあ実際どうなんだっていうのを突きつけることまでしないと、一緒に泣いてるだけじゃ変わらないので、探査的なものがやっぱりいっぱいできてくれたらいいなっていうふうに思ってます。取材してる過程でなんかその面白いっていう気持ちがやっぱり怒りに変わります。で、その怒りが多分一番強いモチベーションになってます。なんかみんなのために声を上げます。自分のためだけだったら中途半端になると思いますけど、これは他の人のためだから頑張れるし、メリの役割は人たちを守るために隠されている事実を暴くっていうことだから、
本当にこう前人未到の地を踏んだと。目的のためにはやっぱり最後までやりきる、ここでこけたらどうしようとか、あの人に怒られるんじゃないかとかっていうことを考えずに、気をつけないことがことを気をつける。精神的なプレッシャーも当然ね、取材してたらあるし、で自分はその正義の味方ぶってやったところで、自分たちの報道で戦いを挑んだ相手が人生狂っちゃって転落していくって何回もあるし、だからこそなんか 誰のためにやるのかっていうことと、あとやっぱりどんな状況も面白がるっていうのを意識してやらないと。記事を書くときもそうなんですけど、やっぱ具体的に人を思い浮かべて書くんですよね。この記事をうちの母親だったらどういうふうに読んでくれるだろうかと、彼女は共感してくれるだろうかとかね、この前あの飲み屋で会ったあのおっさんよかったなと、あのおっさんに今日の俺の記事ね、どういうふうに感じてもらえたかなっていう。フルマラソンを 50m 走のように走り切るモチベーション、ジャーナリズムのあるべき姿、報道バカ、ダンサーメディアにとっての駆け込み寺なのかなと。7人の侍、メディアの定義を変えるメディア、本物のジャーナリスト集団、短期です。こうその時自分が腹立ってることとか悲しんでることとか、誰かに文句を言ったところで何も変わらないんですけど、自分が出したものを絵で見れたらなんかちょっとリラックスできるんですよね。結構私はネクラだからあんまりこう人と集まってワイワイするのとかそんな好きじゃないし、でもやっぱ1対1で人と話すことはすごく好き でそういう時はライトな話ってよりはその人が本当はどう思ってるんですかっていうことを結構聞いちゃう で話してくるとすごい嬉しいなっていうのはありますね。一緒にやりましょうとか、私のなんかタンツレの役割が国際コラボレーション、海外のジャーナリストたちと一緒に取材して一緒に報道していくなんですけど、そういう関係をどんどん増やしていきたいと思います。本心とかって言われても、まあ特にないですよねそんなね深く考えたことないんですよ。毎日が結果なんで、まあ、それをどれぐらい積み重ねるかっていうところだと思います。